ちょっとお父さん、ダメだってば。あ、あら。お父さん。やっと会えましたね、母さん。え？くそ、ガムランたちは一体どこなんだ。あの声は、まさか。何をしている。さっさと歩け。ラン、ちょっと何するのよ。メイ、うるさい。しまった、ランたち捕まっちまったのか。待ってろよ、今すぐ助けに行くからな。よし、ここだな。よし、今なら誰も。おっと、待てよ。やっぱり見張りを立てていたのか。そうだな、何か蹴れるものがあれば。くそ、探してる時間もねえ。こうなったらシューズの片方を使って。いっけ！よし、やったぜ。待ってろよ、ラン。すぐ助けに行くからな。ここにはいない。どうやらガムランたちは奥のようだな。ん？王冠を探せ？いや、そんなことより。とにかく今は先に進まねえとな。なんだこの部屋は。これは、なるほど、ホログラムか。とにかく今は先に進まねえとな。この部屋にもホログラムか。とにかく今は先に進まねえとな。この部屋は、あ、王冠じゃねえか。なるほど、つまり入り口にあった看板はこのホログラムを探せっていうことだったのか。とにかく今は先に進まねえとな。さて、どちらの方向に行こうか。あれ、ここは？なるほど、マジックハウスだけあって簡単には奥へ行けないようだ。となると、一体どうすれば。そうだな、何かヒントがあるかもしれないし、少し調べてみるか。こいつは奥へ行く通路だ。どうする。そうだな、奥へ行ってもさっきと同じことになるだけだ。もう少しこの部屋を調べてみようぜ。何もおかしなところはないぜ。残念だが、もう王冠のある部屋は見つけてるぜ。
何もおかしなところはないぜ。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 見たところ係員専用の部屋みたいだが、ん？鍵はかかってない。どうする？よし、とにかく入ってみよう。ここはどうやらスタッフルームみたいだな。どうする？そうだな、ここにも何かありそうだ。少し調べてみるか。特に怪しいところは見当たらないな。こいつは何かのスイッチみたいだが、変だな、何も変わんねえ。ん？こいつもスイッチか。なるほど、ここから各部屋の状態をモニターできるわけか。特に怪しいところは見当たらないな。特に怪しいところは見当たらないな。特に怪しいところは特に怪しい。これはどうやら部屋の配置図みたいだな。なるほど。だがランたちは一体どこにいるんだ。こいつはどうやら従業員用の通路みたいだな。そうだな、今はランたちの居場所もわかんねえし、むやみに動くのは危険だ。もう少しいろいろと調べてみた方がいいな。特に怪しいところは見当たらないな。特に怪しいところは見当たらないな。特に怪しいところは各部屋の配置図だ。そうだな、もう一度。なるほど、こうなるのか。こいつはモニターのスイッチだ。こいつは従業員用の通路だ。そうだな、ちょっと登ってみるか。なるほど、これなら奥へも行けるかもしれねえが、どうする？そうだな、今はランたちの居場所もわかんねえし、むやみに動くのは危険だ。もう少しいろいろと調べてみた方がいいな。何もおかしなところはないぜ。特に怪しいところは見当たらないな。なるほど、ここから下へ移動できるのか。
この下はさっき回った部屋の一つみたいだが、ん？ここからは下の様子が見える。下からは全く見えなかったのに。そうか、マジックミラーになっていてこっちからだと見えるんだな。こいつはマジックミラーになっていてこっち側からしか見えないようだ。ここから下の部屋へ行けるみたいだ。どうやらどの部屋も同じようになっているみたいだぜ。こいつはどうやら隙間から光が漏れているようだな。それにしても結構大きいぞ。俺の手が入るくらいはある。ここはもういいだろう。さて次はっと。さて次はどうする？そうだな、ここにも何かありそうだ。少し調べてみるか。ん？また他の部屋が映ってる。あれは？それに美佐子さん。くそ、一体どうなってるんだ。これじゃよくわかんねえぜ。とにかくこの部屋は、なるほど、ここか。な、待ってろ、すぐ行くからな。確かさっきの部屋はこの辺りのはずだが。ちょっとあなたたち、こんなことをして何になるのよ。あの子よ。やれやれ、あんまり世話を焼かせないでくださいよ。だからあなたは一体誰なの。母さん、いい加減に悪ふざけはやめてください。エリックさん、美佐子さんは本当に記憶喪失なの、信じてあげて。そうですか、ならばここで無理にでも思い出してもらうだけです。そんな無茶だわ。でもやってもらわないと困るんだよ、この私がね。クソ、ガムランのやつ。待てよ、でもなんでおっちゃんがいないんだ。まさか奴ら先におっちゃんを。だとしたらグズグズしてはいらんねえぜ。だがここからだと何もできない。それにランたちを助けると言ってもガムランと SP、 あの二人を何とかしねえといけねえ。クソ、一体どうすれば。そうだな、ここは確実に一人ずつ倒していった方がいい。だがどうする、麻酔針はさっき使っちまったし、蹴るようなものも見当たんねえ。待てよ、そうだ、トラップを仕掛けて誘い込もう。とりあえずここには様子を探るための盗聴器をつけておいてと。ラン、すまない、すぐに助けてやるから待ってろよ。セーブする。ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。そう、俺の考え方が間違ってない限り、あの方法なら大丈夫だ。必ずどこかの部屋に仕掛けられるはずだが。そうだな、まずはここで一旦整理してみよう。
最初はその内容だ。まず目標をおびき出して、それから そしてそのために必要な探偵アイテムがある。それはそれから仕掛ける部屋の条件としては、そしてこの罠を仕掛けるのに一番適した部屋は、そう、この部屋だ。すぐに行って仕掛けようぜ。どうです、母さん。まだ何も浮かんできませんか？私だって記憶を戻せるなら戻したいわ。でも、待って、エリックさん。あなたたち家族なんでしょ？それなのにどうして？お嬢さんには関係ありません。これは私と母さんとの問題です。そんな。そうですね。もう少しだけ待ちましょう。本当にお願いしますよ、母さん。よし、ランたちはまだ大丈夫だ。あの部屋に盗聴器をつけておいて正解だったぜ。だが時間があるわけじゃねえ。とにかく急がねえと。よし、ここだな。早速始めるとするか。まず最初に、どうしても必要な探偵アイテムが一つある。それは、よし、じゃあどこに仕掛けようか。まず先端を引っ掛ける場所だが、ダメだ、ここだとうまく引っ掛かんねえぜ。ダメだ、ここだとうまく引っ掛かんねえぜ。よし、うまくいった。次はどうする？ダメだ、ここだとうまく引っ掛かんねえぜ。それから次は？ダメだ、ここだとうまく引っ掛かんねえぜ。それから次は？変。よし、じゃあどこに仕掛けようか。まず先端を引っ掛ける場所だが、よし、うまくいった。それから次は？それから次は？変だな、どうもうまくいかねえ。何？よし、じゃあどこに仕掛けようか。よし、うまくいった。それから次は？だ、それから次は？変だな、どうもうまくいかねえ。何かが違うみたいだな。よし、じゃあどこに仕掛けようか。まず先端を引っ掛ける場所だが、